今年で33回目を迎えるよさこいソーラン祭り。国内外からおよそ250団体2万5000人が市内の15会場で躍動感あふれる演舞を披露しました。最終日を迎え、大通公園西8丁目会場ではファイナル審査が実施されていて、まもなく今年のよさこいソーラン大賞が選ばれます。